昨日森のはずれで聞いた音やっぱり気になるなどうしたシーリス真剣な顔してあのねリュカニ実は町の方から地響き集落の中では何も 森の外れでは確かに聞こえたのそれで何があったのか気になってそれで険しい顔してたんだなじゃあ解決法は一つだ一緒に行こうぜシーリスリューカー兄ならそう言ってくれると思ってたあったりまえだろさあ行ってみようぜ 何これ町がめちゃくちゃだ助けてくれ大丈夫か怪我人もたくさんいるなここで何があったんだ森の守り神がお笠ワを呼んでるこの町はもうおしまいなんだ おいおい、そんなわけ。いや、そいつの言ってることは本当だぜ。あなた、フォレスティアだよね。町に住んでるのああ。イニシオの生まれだが、あの古臭い生活が肌に合わなくてよ。森を飛び出したのがおよそ200年前。この場所に町を作ったんだ。 こののあなたが作ったがっすごいいにしおの森が見えてなおかつ町の暮らしができるフォレスティアだけじゃねえいろんなやつが集まってきて村になり町になっていったいい町だったんだだがここ最近どんどんおかしくなりやがるおかしくって 森が広がりすぎているんだ。近頃じゃ、徐々に街の中にも森が侵食してくるようになっちまった。ユグドラシルの仕業だよ。もっとも、奴はただ生きているだけ。悪意は未人もねえだろうがな。どういうことだユグドラシルは森の守護神だ。すべての植物、生き物を同じように守り、生かしていく。 だけど、俺たちはそれじゃダメだ。必要な植物だけ生かし、他は剪定する。害獣や害虫は駆除する。そうやっていかなきゃ、人は生きていけやしないんだ。風雨だってそうだ。ユグドラシルは、森の成長に必要な恵みを呼んだだけのつもりだろう。だが、木を切り、森を開いた場所では、その影響は計り知れない。 昨日の土砂崩れみたいにな。土砂崩れは、昨日森の外れで聞いた地響きは、それだったんだ怪我人も病人も多い。医者も薬も足りやしねえ。町を捨てるにしても、もう動くに動けねえ奴らが大勢いるもう死を待つだけだ。この町は終わりだよ。 周りなんて、そんな。そうだそんなこと言うなよ街はダメでも、人の命は諦めんな諦めたくて諦めてんじゃねえんだよそうだ飛躍流鏡それは話したらこのまま見殺しにできるかこいつらは悪くね 飛薬なんだそれはああ、イニシオにはユグドラシルのマナが宿った木の葉で作った飛薬があるんだ。それを飲めば大怪我もあっという間に治っちまう。だけど本当はイニシオの外でその薬のことを話すのはダメなんだ。俺が話をつけてもらってきてやる。だから待っててほしいんだ。 イニシアの人たちが大切にしてきた掟を勝手に破っちゃうなんて。街の人の気持ちも、ディカカーの気持ちもわかるけど。でも、せめて何か起こる前に、イスハークに知らせなきゃ リスそんなに慌ててどうかしたのかイスハークに話したいことがあって実は今日待てこの音はえっイスハークどこへ待てみんな待ってくれ 俺が話をつけるって言ってるだろうもう待っていられる状況じゃない町の惨状を見れば分かるはずだそうだ,そうだな俺たちには時間がないんだい我慢できないかよ。ゃなのに何とかしてくれやめろ貴様たち、何をしている イスハーク。どういうことだ、リュウカ。そいつらは何者だ。なぜ許しもなく森に入っている。それは。近くの町に住むフォレスティアさ。ん、ージをいただきに来たんだよ。こいつの話した飛躍の材料をな。<laughs> ののことを話したのかかすすまねえだけど無理やりレイを奪おうなんてつもりは町のみんなも落ち着いてくれよこんなやり方じゃなくもっとみんなが納得できる方法があるはずだろ時間がねえんだよ待ってたら死んじまう奴が出るいにしのおは先人の教え 人の命がかかっていようが、簡単に揺るぎはしねえ。その厳格さこそが、これまでイニシオが聖地足りえたゆえんでもある。フォレスティアとして誇りだよ。だがな、伝統で俺たちの苦しみは救えねえ。その礼ーを切れば、何が起こるか、貴様らわかっているのかこの森はユーグドラシルの命そのもの。 中でもそのレージュは、ユグドラシルの分身と言ってもいい。宿すマナが桁違い。それを切るということは、すなわちユグドラシルの命を刈ると同義それがどうしたこっちだって、ユグドラシルに命を絞り取られてるレージュを。 俺だってフォレスティアだ。森やユグドラシルがどれだけ大切なものかは分かってる。だけど、今の暮らしを守ろうとするのがそんなに悪いことか悪いが、レイジュの枝はもらっていくぞ待て新緑の番人として許しは、あ、 何だったのユグドラシルが苦しんでいる。このままでは、ユグドラシルの命が危ないイスハークリカー、イスハークを追おうああ